ものです。ユウヘです。オイラジ八十回目です。八十ですって。記念すべきね。ね。八十回目。なんか七十前半ぐらいから八十回目前目前って言ってたから、うん、やっとかって感じでするけどね。ゴールになっちゃったんじゃないこれ。あここ目指してきたみたいなね。八十一回目あれでしょうか。いやいやいやあるでしょう。<laughs> 末広がりの八十ですよ。<laughs> うん。 まあそれなら八十八まで目指したいところですけど、ねああ。もうちょっとですあともうちょっとで八十八ですから、うん、頑張っていきましょう八十八まで <laughs> ね。まあ暑すぎてね最近バテちゃってもなんかさあの炎でそう燃える <laughs> 皮膚から大丈夫 <laughs> 灰にならないですから燃えちゃいそうだった今朝もわかる。 あの中テレってちょっと小高いところにあるから、うん、どこから出社するにしてもどの方面から来るにしても絶対坂登るじゃないですか、うん、あの坂で燃えそうになるよね、うん、やっぱ太陽近くなるからね中テレはそうね <laughs> 歩いて登ってるからね太陽近いのよ焼ける本当に、うん、なんか日傘とか全然意味ないなって思っちゃうそのさかのぼってる時とか確かに 小野さん刺してますよねちゃんとね。刺してるけど<い>でもあもう焼けてんなってなんかジュウって音しそうだもん。上<え>ジュウ。皮膚から？<laughs> うんジュウね。<laughs> 焼けてますよって <laughs>。まあねいい音だけどね、うん、焼ける音ね。カバ焼きとかね。そうね <laughs> ジュウとね。ジュウとね。土曜牛の日が近いではないですか？<laughs> だから今日二十三日ですから、うん、明日だ。 何食べんのあなたは、えー、うなぎって言いたいところだけどその予定がないから牛ととかかにしとこうかなああ牛ねうがつけば何でもいいんですよねあれねそうで私は今ね節約してるから、うん、ちょっとちょっとなんか考えてて<う>でもうのつくものは食べたいんですよなんだろうね<で>節約してうのつくも考えて。 <laughs> えーなんか俺最近こういうの当てちゃうんだよないや当てるとかないからとりあえずあのキュウリとうまい棒うまい棒いやもっとさ健康にいいものを食べようぜあ別にうまい棒が健康に悪いとかじゃないんだけど <laughs> <laughs> そうなんていうの,その野菜とかさ<ー>果物とかで今考えてるのはキュウリと、うん、梅とキウイと、うん、あとなんか 頑張ればスイカもいけんじゃないって？スーイカ？スイカです。シオンのね。<laughs> スーイカ。どうどうどう。こんにゃくとか。あ、こんにゃくあいいね。もやしもやあしだ。もやし。し<だ>一個もないの。<laughs> しかも総合してカロリーないね。そんなで元気出る？<laughs> もう今言った食材の総カロリー量は1 0 0カロリーないおい、<laughs> やっぱお手ごろ価格のものを今探しててさうが入ったね <laughs>、うん、お手ごろ価格なものねなんだろうねうに<ニ>ち,ちょっと値段はるかな私あ<ー>からするとあ。オレンジい,ない,んいいだって。みみって。りんごおおだったんだって逆によくそんなないの出てくる 水ーわあ水ーいいじゃん水<ー>水がまあ、ね、熱中症予防にもいいじゃん梅と水がいいじゃんキュウリとスイカでいこうかなじゃあつまり水分水分補給大事ですね熱中症対策していきましょう、はい、気をつけてまいりましょう、はい、ということでタイトルコールいきましょう

みなさんこんにちは今朝は桃を食べましたおのせいです桃は売らないけど桃うまっうしうしでも,もうさ福島県の桃は今出荷最盛期でしょなんかさあれをあれを聞きたいの硬い方がスピーカー。 やらかい本が好きかたいこの時期になると、うん、まあ論争が繰り広げられるこのやわらか派か固い歯か、うん、どっちですか私はねかい派になりましたねあ,あチェンジしたのねチェンジした,ジした親戚がね山梨に結構多くてチェンジ毎年あの山梨から桃が送られてきてたんですよ小さい頃から白桃ってやつでそれはねもう に柔らかかったんですよ<ー>でも手で皮むいて丸かじりするみたいな感じだったんですけど福島に来て入社した時に桃もらってとも子さんに大野とも子さんね、うん、あの石井君それどうやって食べるのって言われたから「これあの帰りに皮手でむいて丸かじりして食べようかなって思ってます」って言ったら「どうやって手で皮むくな!」って言われて「<laughs> えっ?」 でもも触ったらカチカチで、うん、これは手で皮むけねえなと思ってこんなのが本当においしいのがいいって思ってたんですけど食べてみたら硬い方がうまいね,チェ,さんねチェンジしたのねチェンジした小野さんは私はねもう生まれも育ちも福島県ですので硬、うん、いものしか食べてこなかったんですよあ逆にね逆うんそうそう,そう逆でもないか生っ粋のね生っ粋の硬い派なんですよ、うん だからその柔らかい桃をあの体験したことがほぼないんですよね。あそうなんだ。うんあのパリッて食べる桃が桃だと思ってた。うん、なるほどね。そうか今日もパリッとしたね美味しい桃を食べてきましたよ。買ってすぐ食べないと意外とパリッた感じになんないよね。あまあねそ熟してやわくなった桃も甘くなってて美味しかったりするんだけどねね、うん、でもねなんか私はね。 DNA の中にねもう組み込まれてるわけですよ硬、うん、い桃イコーだからねうんなんかこうパキッてあの歯ごたえがないと桃を食べましたって感じにならないんですよね確かにうんた <laughs> 私に<も>皆さんどうなんでしょうねあの別に柔らかい桃が美味しくないとかじゃないんだけどね美味しいよすごく美味しいんだよね、うん、あのジュルンも 美味しいジュルンのもももめっちゃ美味しいの分かる。うん、どっち派ですかど？どっち派なんでしょう皆さん。今ね、赤月美味しいですよね。赤月ね。赤月、うん。<キ>お、うだ。じゃあ私今日食べたね。赤月、うん、見つけました、ね。ううのものが食べました。オッケーになったんだ。その死因のい <laughs> う。牛の日に認められるようになったんですね。 認定されるんです、うん、私が認めた<あ>私が制定しましたおめでとうございます、はい、皆さんこんにちは虫刺されには気をつけてください石井優也ですなんかさ虫刺されイコール石井優也っていうもうあるよね,るよねそれあるあるご時点でもさ地上波でもその話するもん、ね、しょっちゅうしますね風物詩になってきたよ、ね、あのー、去年はね 磯ぬかかってやつに刺されたんですよ、うん、これがもうたまったもんじゃないの時期だっけ本当にいうん、30か所40か所刺されて足首も包帯でぐるぐる巻きになって薬塗りたくってみたいな感じだったんですけど今年は違うよ今年はね、うん、アブに刺されましたおお<ー>あのね初アブ今年初アブ,今年初アブだねおお<ー>多いね今年は非常にど,どちらでアブに出会われたんですか聞く えっと長くなるうんそんな長くならない <laughs> じゃあいい聞こう <laughs> どうぞあの露うわっ多いサウナ行ったんですよでサウナ入って水風呂入ってじゃあ外気良くしようっつって外出るじゃないですか、うん、めちゃくちゃ気持ちよかったの日差しもあってねわーっつって寝てたら途中から「うん」ってなんかうん 車みたいな音する、ね、耳元で <laughs> ブーンみたいななここれ何これみたいな目を開けたらちっちゃい、まあ、ちっちゃいとも2センチぐらいかなアブが34匹俺の周りをブン、えー、ブンンって飛んでてもうあれじゃん囲まれたってことあ、狙ってる真っ裸の俺をと思って、ね、アブだけにうま <laughs> いね,いねちょいちょい挟んでくるね違うねやっぱり あぶだけにね。あぶ。<laughs> うん。A. B. U.。うううん。あ,あ、これも牛の日食,食べちゃえ、食べちゃえ。あ,あ、ぐぬむりむ、気持ち悪かった、ね。食べちゃえよ。首に一匹止まったんですよ。うん。あ、ってなって、パンで取ったの。で、見て、これ。あ、刺されてるね。首まず刺されたでしょうん。うわ、いってと思って。で、無ヒにロ。っそ <laughs> ちゃんとさ、あの。ちゃんと心地いい通ってますよって、あの首のさ。 あの動脈のところ刺されてる。狙ってきてんだよ。分かってるね、阿部さん。阿部さん。阿部さんね。本当にマジでいいとこついてくるんだよ。で、風呂上がるでしょ。うわすいはりやくと思って夜寝てたらだんだんお尻痒くなってきて。ええ。ええと思ってあの起きて鏡見たら、ちょうどお尻あぶり刺されてる。ええ。ここ。えそれもお風呂場で。お風呂場で。絶対お風呂場でしょ。 お風呂場じゃなかったら問題だよね。<laughs> エントランスで刺されましたとかね。ケツ出して歩いてるのか、ね。お尻出してて歩いてたいい本当に暑い時はね、あぶ増えるらしいんだけど。あぶってさ、こう、バ、うん、ーンって腫れるイメージだったけど、腫れないんだね。お尻は腫れてるで。今、ケツ3つみたいになってる。<laughs> ポンポンポンみたいな。ちっちゃめのお尻みたいになってます。<laughs> 見たい方はね、ご、はい、連絡ください。見せません。<laughs> とい小野と裕也の,のほのぼの夕焼けラジオ80回目でございます <laughs> さあまあお出かけしたということですけど私もちょっとお出かけをしまして、はい、会津若松市に行って、うん、あのグリーンボーイズのライブに行ってきましたいやーすごかったですよ没入感が半端ないですねあれなんですよね世界観にね引き込まれました 盛り上がるうんもうみんな立ってわって盛り上がっててっなんか演出とかすごいって演出はすごいですねもうなんかその世界観に入り込めるような感じで、うん、ちなみに福島県だと11月にもまたグリーンボーイズのライブが郡山市であるんでねへ<ー>ぜひ皆さん行ってみましょうすごく楽しいですよあんな曲やこんな曲もあんな曲そうねもう大満足です私は今<ら>もう満たされてます ファンの方にはたまらない。たまらないです。もう私ちゃんと緑の服着てったの。あ、いいじゃないですか。うん、枝豆みたいな格好して。鳥 <laughs> が枝豆めじゃ。<laughs> 枝豆。あ、これはないわ。<laughs> 枝豆ないわ。<laughs> ねえ、楽しかったな。いいな。うん、でも俺ライブ照れちゃってあんまりはしゃぎないタイプだからな。 いたわここにーゴールデンボンバーのライブ行きましたもんね <laughs> 拳を上げるのがちょっとためらったって話でしょ、うん、前半立ってたんだけど後半諦めちゃって座ったっていう <laughs> ちょリベンジしに行こうかなグリーンボーイズでグリーンボーイズいいよ、ね、うんうんね緑の格好してねであのうちにもボーイズいるじゃないですか はいはいはいボーイズっていうかボーイ,ボーイね、うん、シングルなんですけど、うん、あのちょっと子育て速報がありまして、うん、あのうち俺のばあちゃんだから要は子どものひいおばあちゃんがなかなかね子どもの名前覚えられないんですよああ<ー>この間久しぶりに会って何歳だっけ87ああ<ー>87になりましたね久々にこう合わせていってね「はあ久しぶり」ってなって「エルマちゃん!」 言ったんですよ最初、えー、エルマーちゃんあそれは死んだ犬の名前 <laughs> ばあちゃんそれ死んだ犬の名前だよって言ってねエルマーじゃないよって教えてあげたのそしたら、ね、あーそっかそっかってなってでしばらくしてあっ内藤ちゃん内藤内藤ちゃん俺も知らないワードが出てきてえ内藤ちゃん誰 って母ちゃんに聞いたんですよ <laughs> そしたら「あ内藤さんはあの近所の人」<laughs>「この間ねあね野菜をもらったんだって <laughs> ばあちゃんが内藤,ん内藤さんからねその記憶があったらしくて、うん、内藤さん内藤ちゃん?」って言っちゃった <laughs> 内藤ちゃんじゃないよ野菜持ってきてないよって教えてあた,たボ,ーイボーイもびっくりしてるな、ね、びっくりしてる めっくりくりさせた本当だったから。でなんかこうまあちょっとまあ時間空いてね、夜ご飯の時にえみんなで食べて、じゃあばあちゃん先寝るねーっていう時に最後もう一回抱っこさせてあげたんですよね。で最後、はああおやすみネギちゃんって。ネギ？ねぎネギちゃん。あのネギ？あのネギ。野菜よ？多分。ネギ？<laughs> ネギちゃん？ なんでかいいかいいって母ちゃんに聞いたらどうやらあの内藤さんが長ネギをたくさん持ってきたらしくて <laughs> もう内藤さんでいっぱいいっぱいなんだよ内藤さんの長ネギがよぎってネギちゃんになっちゃったんじゃないかい相当美味しかったんだろうね内藤さんの長ネギねぎがね <laughs> でだからまだ覚えられてない<う>次合わせてなんて言われるか結構楽しみにしてるのね その場その場でネギちゃんにななってももいいいかもしれないよねネネギちゃん、ね、ネギちちゃゃんんだよーって言って、うん、まあいいけどねもうネギちゃんで <laughs> ねネギちゃんとして認識もらしてもらってもいいですその時はあの緑と白の服着せてグリーンボーイズのライブ一緒に行くんだ <laughs> 改めまして小野りです石井也ですす石井前回「おゆらじ」の「プレゼンツ福島お出かけツアーバトル」と題しまして夏休みにおすすめのお出かけスポットをそれぞれ考えてきましてご紹介しましたええ盛り上がったね、はい、いい戦いだってバトルだからねバトルですツアーバトルですから、はい、ということでその感想メールが届いております 対決方式でしたので果たしてどっちが勝利したのかそちらにも注目ということでいやもう私は皆さんを信じてますよ、はい、ではお便りをですねバンバン紹介していきたいと思いますじゃあまず1つ目オーパッキャーマラドーさんはい小野コーディネーター石井コーディネータースタッフの皆さんこんにちは,こんにちは夏休みにおすすめおゆらじプレゼンツ福島お出かけツアーバトル楽しく拝聴しましたお二人とも福島で培った経験値をフル動員した詳細なプラン内容そして内容 の下調べによる無駄のないツアー日程の組み立てお見事でしたただちょっと気になったところがあるので言わせてください小野コーディネーターのプランこれはマストですマスト <laughs> マスト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 の項目が多いですせっかくのお出かけですからできればもうちょっと気持ちとお腹に余裕を持ってあちこち回れたらなぁと思いましたんだい そして石井コーディネーターのプランマスだっこちらはご自身もおっしゃっていた通りエゴが強すぎます石井優や特化型ではなくもう少し内容に幅があると良かったかもしれませんそれでもゴルフやらない人それは知らんこのきっぱりとした心意気は評価に値します甲打つつけがたいところではありますがより広く県内を回れるという意味では オノコーディネーターのプランを今回は採用したいと思いましたやったーイエーイありがとうよマラドーなんだと <laughs> マストマストマストにちょっと嫌いがってるみたいですけどまあまあマストだけど、うん、マストじゃなくてもいいですよじゃんもうマラドーさん多<分><す>マラドーさんはゴルフやらないんだろうな <laughs> そうかもね<ー>続いて <laughs> ラジオネーム考え中さん 私がいつもの旅行の王道プランはセイルちゃんのようなグルメ満載のプランです旅行中の私は次何食べようかばかり考えておりグルメ情報のチェックは欠かせませんしかし今回はいつもと違うプランを回ってみるのもいいなと思いましたゴルフもサウナも興味があるのですがなかなか手が出せずに過ごしています<お>ということで今回はゆうたんのプランに一票ですやった意外な展開へ、えーだって 序盤は絶対無理だと思って聞いてた今 <laughs> ぜひぜひあ嬉しいね 1>, 1対 1, 1対1 1> じゃ次新ママドールさん連続で行きますねあとわばわンの人え正直どっちも楽しそうで行きたいんですがバトルなのでどちらかを選ぶとすれば福島ぐるっとまるっとおのの旅に1票入れたいと思います何だと理由は食べ物の数ですね 食べることが好きな私にとって心揺さぶられる食い倒れツアーでした <laughs> プランの中にあった揚げ鶏のたたき揚げとたっぷりあんのたい焼きはおゆらーとして必ず食べたい一品だと思いますぜひさゆりちゃんプランでいっぱい食べて福島の夏を楽しみたいです確かに聖地巡礼感はあるよねマストだね、うん、マスト続いてわわわの人マストですマスト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 うるさいな <laughs> マストなんだもんだってマストばっかり言って お世,話にな <laughs> お世話になっておりますお二人に押し売りされた旅行プラン大変面白かったです <laughs> 押し売りなんてそんなこと言わないでよどちらもお二人のここさ行ってみっせという善意をこれでもかと押し付けてくるさながら久しぶりに行ったおばあちゃんの家で次々とご飯やらお菓子やらが出てくるありがた迷惑に近い感覚だなと思って聞いていましたなんかか、ね、言葉に時があるどっちのありがた迷惑が良かったか悩んだんですが私は 小野さんのプランに1票です特にいわき市内の若かりし小野さんを追体験できるプランはとっても魅力的でしたただ大内塾朝市集合はしんどいです <laughs> 一方石井さんの孤独のグルメのような語り口はとてもラジオとして聞き心地がよすぎて <laughs> 思わずゴルフもサウナもやらないのになびいてしまいそうになりました 石井さんにはこんんな語り口ででプレゼンして欲していです噛んじゃった <laughs> いいとこ見せたかったのに <laughs> えー、連敗だ嬉しい嬉しいねありがとうみんなもうマストですよそれも <laughs> あの一発ギャグみたいな次私山崎パン子さんさゆりちゃんゆうたんこんばんはツアーですがゴルフをやる私はゆうたんの案に一票入れます 最高のプレゼンでした。さゆりちゃんもゴルフしましょう。短い。<laughs> 以上。短いね。<laughs> <も>ゴルフやる方。の人短いね、なんかね。ゴルフやる方にはいいと思う。<ー>確かに。やる方にはね。まあ、うん、やらない人知らんって言ってるからね。<laughs> 前回。じゃ、あ次。はい。愛する気持ちさん。小野さんのプランは福島の食をたくさん満喫できるツアーだと思ったので、改めて。 行程に沿って食べ物だけ順番に書き出してみました。<え>お茶、甘酒、餅ち、そば、団子、カツ丼、餅パン、寿司、トド、ハンバーグ、っカッパエビせん、たい<ド>焼き、サーティンワンアイス、ひろこ、たたき揚げ、<や>ピザ、そば、計十八食です。五泊六日かと思いました。<laughs> 私は食べることが大好きで運動部の食トレみたいなこのツアーがとても素敵だと思いました。 ただ一点だけ謎があっていわきで朝から取り留めによって何で揚げ物を持ったまま市内一帯をうろつかないといけないんだと疑問に思ってしまいましたしかし調べてみるとたたき揚げは夕方には売り切れているという口コミがあり小名浜からいわき駅に帰ってきた頃にはすでになくなっている可能性があるということが分かりました小野さん、うん、無秩序に食べまくっているわけではなく実は綿密に計算されたルートをたどっていたんですねそうです大変恐れ入りましたあー たまたまでしょいやいやそんなことちゃんと考えてんだよ調べてくれたんだって申し訳ない食べるかなんかで申し訳ない近いまで見てもらって十八色ですいや十八だけどその中に食べ物じゃないの入ってるから何がありましたひろこはうちの母ですあとトドはだってトドだからあのトドは食べないんいや見るやつだよねトドはトドとひろこは食べ物ではありませんカッパエリセあの鳥にあげるのでは自分で食べるものではないです餅が二つ入ってるね もちなんだっけもちってもちなんだっけシンゴロウとあっ、シンゴロウかシンゴロウともちなんだ団子ももちもさ、米練ったやつだからよもうね、自分で言っててもトマトにしてんじゃない忘れてるわはい <laughs> <laughs> 叩き上げね叩き上げはでもマスオターで, <laughs> で帰りのね、そう電車で衣がしんなりとしてるものも美味しいですよはい。 うん。ということで愛する気持ちさんも小野さんに1票、うん、ではでは続いてラジオネームカエルじゃないよアヒルだよさん自分としては断然さゆりちゃんのツアーの方が良かったですなんだとさゆりちゃんの方は会津中通り岩木と一泊二日で福島県の魅力を満喫できるツアーだと思いました 各地のおすすめグルメ情報も良かったです今度いわきに行ったら紹介されたサイレジャーの思い出スポットを回りたいと思いますもしかしたらひろこさんに会えるかなと楽しみです自分はゴルフとサウナに興味がないので U ターンのツアーは残念ながら魅力を感じませんでしたごめんなさいいいよ続いてラジオネームマカさん 尾野さん石井さんこんばんは尾野さんと石井さんの福島ツアープラン対決ですが私は尾野さんの福島ぐるっとまるっと尾野の旅が気になりました泥負けじゃねえか尾野さんおすすめのとにかく美味しいものを満喫するプランに惹かれましたただ胃袋のキャパをどうやって拡大するかが悩みどころですサウナだな石井さんの猪苗城湖と郡山のツアープランもいいのですが私 ゴルフやらないんんんですす石井さんすみません続いてラジオネーム、天ピストンさん、石井さん、小野さん、こんにちは、福島県内ツアーバトルですが、小野さんのプレゼンでは、いわき市在住の私からも聞いても、私から聞いても行き先がカラー映像で想像できるほどの状況描写だと思いました。県外の小野さんファンにはぜひ行ってもらいたいツアーコースだと思います。なのでで小野さんに1票ですイイエーイ

う嬉しいね他にもメールはたくさんあったそうですが<う>石井さん推しは紹介した2通のみだったということです何が良くなかったんだ <laughs> ちょっとやっぱ偏りがねそんなにみんなゴルフやらない <laughs> 偏りがなんて言うのうか、まあ、ねやだみんな一緒にバスツアーしようぜえグランディナス白川で、ね・シラカーでクロワッサン売ってんだけどね <laughs> そうかみんなバスはしようあでもそれ面白いねもうさおゆらじ旅行代理店作ろうよえそんなでっかく出ますうん私今自信持ったからこれで,で昔やってましたよねゴジテレでさマジカルミステリーツアーってっっ視聴者の方と一緒に、うん、旅行するっていう日帰りでおゆらじツアーやろうそれいいかもしれないですね、うん、お一人様おいくらかな 3000、えー、円1一泊2日で <laughs> 2> うんや、ね、ど大コでまあでも小野さんの実家に <laughs> やろうまれなないよそん,なん <laughs> ねえいいね石井さん挽回のチャンスだって石井さん挽回のチャンスあ,あれね ちょっとねお便り混ざっちゃったなんかね私読まなきゃいけないのあ,あこれだ <laughs> そんな石井さんに嬉しいお便りが届いています<っ>ラジオネーム奈良はのしおさん旅行代理店おゆらじ大変参考になりました福島育ち福島在住の私は夏休みの家族旅行として U ターンの成人式会場こと夢の国に行き翌日は東京観光をするというプランが定番です ただ、子供たちの年齢が上がるにつれ、翌日の東京観光、関東周辺での遊びをどうプランしようか悩んでおります。そこで、関東育ちの石井プランナー、大学が関東だった小野プランナーのおすすめスポットを知りたいです。よろしくお願いします。<ー>これはもう石井さん得意じゃない。関東出身ですよね。生まれも育ちも関東ですからね。18年以上、20年以上だって関東でしょ。そうですよ。うん。うん じゃあ私かからねど,どこにあるんですかそのおすすそののおめ場所、まあ、夏休みにおすすめですよもうだから、うん、ゴルフとサウナは抜きにしましょう今回抜きなんだ、うん、抜きにしてだからあれだねあのーうん、今回小野さんのさやっぱりこう生、うん、い立ちというかちょっと聖地巡礼感あったじゃないですかそうね、うん、私もちょっとこう過去の自分が生活をしていた場所をご案内しようかなって思ってますえ実家あ実家じゃない <laughs> あの 高校東京だったんですよ。歌舞伎町。ああ。なんでまた新宿歌舞伎町。なんでまた歌舞伎町。<laughs> 歌舞伎町って言っても、歌舞伎町の中には入んない。周り。歌舞伎町の。うん、なんか怖いから。まあね、いろんな人いるからね。まず西武新宿駅の近くに、あの。新宿。バッシュっていう小さな劇場があります。はいはい、ここであの、僕の同級生の。 三好ハイボールがあのしょっちゅう漫才やってるんで大体 <laughs> いいチケットは取れますこの間行った時結構空いてたんで、まあ、そこで漫才を見ますはいはいえっと、うん、家族旅行だよ家族旅行座れる、うん、4人座れます席大丈夫でで映画見ましょうあ新宿で、うん、バルトナインに行きますあ<ー>結構上の方にある映画館、うん、で帰り 映画見終わったらあの近くにサイゼリヤがあるんで、うん、あのそこでみんなでご飯食べましょうサイゼリヤどこにでもあるじゃんと思うじゃないですかそんな新宿歌舞伎町近辺のサイゼリヤで僕は高校時代初デートであのパンナコッタを食べました <laughs> 聖地です見ず知らずのなんかかっこよさそうだなって名前 のスイーツ頼んだらあの真っ白いプリンが出てきて知らなかったんだ非常に恥ずかしかったっていう思いをしたそんなサイゼリアがありますのでそこでパンナコットを食べましてでその後どうしようかな <laughs> その後あの近くにゲームセンターあるんでそこでプリクラ取りますねえそこでプリクラ取るじゃないですかそのプリキはあの僕が中学生時代にあの 野球部のエナメルバッグを背負って丸坊主9人ぐらいでプリクラ機の中ぎゅうぎゅうに詰まって撮影をしてミクシーのアイコンにしたっていう思い出のゲームセンターですで帰りはお腹空いてきたと思うんであのラーメン二郎でも食べて帰ってください <laughs> ああ二郎ね <laughs> 携帯いじると怒られるんで家族で マシマシであの本当携帯いじってると怒られるからね四谷とかいいらしいねあああのやっぱ東京はねもうピリついてるからジロ怖いんだ怖いキャラのストイックな空気がねたまらなくいいと思いますのでぜひ家族で足を運んでみてくださいえ以上おそれでいいのいいでしょ旅行だよ <laughs> <laughs> サイゼリアのパンナコットでいいんですか ラーメン二ェ食べること考えたら昼はねパンナコッタぐらいがちょうどいい <laughs> 私はね、うん、じゃあねまずね私はこの奈良葉の塩さんはさあい,いでしょまずね私は東京駅にみんなで行ってもらいたいね。 新幹線でで行ったらちょうどいいです、ね、東京駅に行ってあの,あの人混み人ごみを体験してほしいあもうな人混みすらも観光なんだうん私はやっぱりあの人混みを経験して東京って恐ろしい街だなって思ったの怖いみんながなんか斜め下見てさ、うん、ずん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 歩いてるでしょ一、うん、人一人 しかも歩くスピードが半端なく速いのね,ね自転車かっていうぐらい速いのね、うん、だからそういう人たちいっぱいいてその中でどうやってその人混みをくぐり抜けて目的地まで行くのかっていうゲームをしてほしい家族でうん行くよって言って手つないでみんなで横になってずん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 やってもらって手離すなよって手離したら流されるからだ <laughs> そうそうそう あまずあの人混みを経験しましょう、うん、からまあ電車に乗ってそうだなまあ私だったら下北沢とか行ってもらいたいかな遠くね <laughs> 小田急線でね遠いなまあなぜなら私私はあの大学があの小田急線沿いだったんでどうやって行くんだ小田急線から下北えっとね 多分新宿か新新宿新宿に行って新宿からおどきゅうに乗って、えー、下北沢<ー>で下北沢降りてり、うん、すぐ近くにマックがあるんですよマックもどこでもあんなサイズぐらいあるぞあ私はでマックであのとりあえずポテトを食べましょう <laughs> なぜなら 私がこう大学時代終電を逃した時によくそのマックでポテトを食べながら始 <laughs> 発を待ったっていう <laughs> エピソードがあるのでそこでちょっと私の気分を味わってもらいたいなって思います、うん、あとは <laughs> 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 昼パンナコッタとあんんんま変わんないじゃんあとはその下北のもうちょっと奥の方に行くと、うん、だから。 怪しげな占いい師さんがいるんがるですよ道端に座ってるのでそ、うん、そこであの手相占いいしててもらってくださいそれは私が大学時代に年一で行って,行ってたところなんですけど毎回言われることが一緒だったっていう「<laughs> <laughs> お前はまだ本気を出してない今こそ本気を出すべきだ」って毎年毎年4年間言い続けられた占い師が多分いるので、ね。 いつ言っても同じことお前はまだ本気じゃないっっ大学4年生の時にも同じこと言われて、うん、結構本気出したんだけどなみたいな <laughs> <laughs> それ全員に言ってんじゃないのお前はまだ本気出してないまだ50%の力しか出してない今こそ本気を出すべきだっていうもうなんかワンセットがあって、うん、なんかご家族で行って皆さんは何て言われるのかなっていうのをちょっと体現してみてください本気 <laughs> と同じこと言われるんでしょうね <laughs> お前はまだ本気を出してない。あとどこだろうね。まあ成城学園前駅に降りて、私の大学の成城大学の前まで行って写真でも撮ってもらって、写真でも撮ってもらって <laughs> <laughs>。あとね成城は結構街並みがね、すごくおしゃれなんですよ。おしゃれですよね。うん。成城、ね、大学、成城学園前駅降りてすぐに。 あのケーキ屋さんんがあるんですよね、うん、そこでートケーキも食べてもらいたいですしあとも街歩いてると結構芸能人歩いてるのでそれをこうウォッチングするのもいいかもしれませんいるかそんないいタイミングでも下北とかにも結構いますもんね <laughs> うん私はね大学通ってた時榊原郁恵さんとかよくすれ違ってた子が <laughs> 俺も下北であのザブングルの加藤さんに会ったことある <laughs> そういうのもまた楽しいですね、うん あとはね、そのくらいかな、東京観光、あ銀座に行って、銀座のユニクロに行ってほしい。なん大月にあるぞ氷山 <laughs> 銀座のユニクロの大きさはびっくりする、すうん、縦に長いし、なんか、何階もあるの、うんうん、なんか階段登って、何階まであるんだろうっていうぐらいいっぱい階があるから。 やっぱ福島では体験できないユニクロが体験できる以上ですいかがでしょうか <laughs> <laughs> お互いあのチェーン店ばかりを押すという <laughs> 私はユニクロマック、うん、私はサイゼリア<あ>サイゼリアのパンのこと,、ね、とまあ映画館全部福島でも体験できることでしたで,、ね、でも結局そうじゃないですか,なんか東京だからって意外となくないですか やっぱり人混みだよね人混みを体験してほしい<ー>で私はねこの人混みを経験してこの人混みには負けねえぞって気持ちが芽生えたんですよ東京にってでまだ本気出してねまだ本気出してないよ <laughs> ねあもう一回行こうかな私にということでぜひね 参考にしていいたただけたらと思います、はい、夏休みのお出かけにきっといい思い出ができるのではないでしょうか。<laughs> えー、以上小野と裕也のおゆらじ旅行代理店からのおすすめ情報でした。潰れるな <laughs> 番組では皆様からのメールを受け付けております。コーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名をご明記ください。ポスターを貼っていい場所、お悩み相談室、怖い話、ブラックポスト、おのおのの事情などコーナーを募集していますメールの宛先は全て小文字でです。 そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています概要欄の URL からチェックをしてみてください採用された方には母心関淳さんがデザインした番組特製のノベルティをお送りします皆様からのメールお待ちしておりますあげ おのとゆやのほのぶのゆうけラジオそろそろお別れのお時間ですお疲れ様でしたおつでしたさあ今日の80回トークの軸は何ですかトークの軸軸なんてあったあるでしょうえ？あるでしょうトークの軸やっぱこれをね中心に話していきましょうっていう軸があったじゃないですか軸軸 あれかいあの過去一くだらない回だったってこと違うよ <laughs> 違うよもっとしっかりしたさ何何,何,何牛の日牛の日軸だった土曜の牛の日が軸ですよっていう話をして今日収録スタートしてる <laughs> どこ行っちゃったの、うんだ間,間だいぶふざけてたよね、うん、あなたええ？最次元のパンナコッタ東京で食べろって言ってたんだよパンナコッタあだめだ なんてこった <laughs> 疲れたまだやるこれいやあの何食べようかって私はねずっと考えてなんてこったのあとなんか返せないかなと思って今黙って考えてたんだけど <laughs> だ全然出てこなかった出てこなかったどうもいい出てこなかった出てこなかった <laughs> いやさ私昨日から考えてるの何食べようかなっていや小野さんのさ今日ツアー紹介して、うん、あの愛する気持ちさんが紹介した18食全部紹介してくれたじゃないですか,、ま、か中に食べ物じゃないの入ってたけどねんこの中にあるんじゃないかと思ってちょっともう一回見てみようかなと思いますお茶甘酒餅そば団子団子あないなかつ丼餅餅いいないねパン すし。ハンバーグ。は違うカッパエビセン。たいやき。サーティワンアイス。ひろこたたき揚げ。ピザ。そば。すし。すし。ハンバーグ。カツうどん。 ディはアイス…アイスク…アイスー壊れたこの辺その辺ですその辺ですねヒロコ違うか壊れたなんでちょっとミッキーみたいな声になるんですか <laughs> トドトド <laughs> この辺りじゃなですね <laughs> 参考にしていただけようと、ね、してでも私はね何度もお伝えしているに今節約中なんですよ、うん、あ <laughs> だからねちょっとね寿司はきつ、うん、いカツイドンそうだねだからやっぱ水ウォ<は> <laughs> ーター <laughs> レタス野菜も今高いからねでもねキャベツも高いんだよな最近ねトマトはなんか7 <laughs> あと安くてあ腐豆腐豆腐,豆腐こんにゃくあったりと とゆやのほのぼのゆうやけらしいスポティファイアップルよよポッドキャストアマゾンニュースあことができます番組ホームページでも配信中ですにえだから今のところこんにゃくと豆腐そして番組の感想もお待ちしております投稿はすべてひらがなで「<laughs> ハッシュタグおゆらじ」でお願いします番組公式 XQTwitter <laughs> のフォローもお待ちしておりますにく<ー> <laughs> さゆりちゃんが全部見ていますでは最後にとびっきりのうのつく食べ物でお別れしましょうさゆりちゃん、お願いしますカンガルーカンガルー思いつかなかった食えんの分かんない8月5日も 土曜のうしのひらからそれまでにみんなで考えようぜいここまで長い相手を乗せと石井優弥でした<サ>さ,よさよならう今までで一番くだらないかもしれない <laughs> <laughs>